よし参りましょう。まずあの人を鉄砲で、あ、押し切れてない。はい、モヤモヤを、はい、の先にこのショットがあるんだよ確かな。ですね、モヤモヤ優先だな。藤野さん危ない。倒しきてなかったです。びっくりした。すみません。一回攻撃させて殴る、うん、危ない。いきます。よし、防備すぎる。王術をまた、王術を、はい、今です。ああ、ガードしすぎだろお前ね。で、右側の松明持ちを、ああ、2人来ちゃいましたね。よく来ちゃったな。ですね、爆弾で、ああ、外してる、まずい。いいよ、ふん、うわー、くー、いやー、えげつないですね。ああ、ロストした。ちょっと確実に倒してください。はい、了解です。ほい、OK です。10101 ダメージ。うわ、なんだなんだなんだ、バグってるバグってる、なんかバグってます。いや無理。すいません。なんかバグってたな。ですね、なんか気づいたら捕まれます。掴み禁止。判定グ、いやーこれすいません。置き攻め食らってんな。ですね、代わり身の術意味ないですね。貫通ですね。お、アイオードマックス。おお、危ない。OK です。さあ、ここここですね、慎重に慎重にいきましょう。あれ、あ、ここに寸法師いるんですね。え、ほんまや。おお、よしよし。で、手前だ、手前手前、こいつ斧、斧です。はい、いらっしゃい。おお、ナイスです。で、あ、来ました。ええよ、うん、うわ、またそれ、危ない。この3連打やばいですよ。危ない。外してる。ああ、ピヨってる。うわ、変身した。じゃあ、うおお、あーあー。で、モヤ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 、これなんだっけ。カッパだったような、ですね。いや、でもそ、ちょっとそこ細い細い、そこ了解です。よっ、こっち来ないの。来ないっぽいっすね。え、あと君引きつけといて、俺ショートカー受けて。了解です。開通。はあ、よかった。オッケーです。いやー、長かったな、この人とか。めちゃくちゃ硬いです。よし。ここも人とかなかったっけ。ここ、ああ、この上に、ああ、こっちでしたっけ。ああ、ですね。ここ行く理由ある？
あんまりない気がしますね。やめとっか。温泉マニアならって感じですけど。で、鉄器なんかゴロゴロ、ゴロ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 ベロンチョ。え、あーですね、で、私と陰影で、うーわね、うー痛い、きゃー、はい、よっ、うわっ、にあーベロンちゃん、ベロン、あ、まずそっと痛い、あうわ、痛い痛い痛い、やめなさい、やめなさい、やめなさい、で、ショットか開通で、ガオガオか、あーやっと進んだなですね。で、また六六首がいたのでは、ここですね、確か狭い通路に、いますよね。これちょっと、あー、ダメだかな、ヘッドショットに、お、一人はやりました、かがんでる人、お、おう、お、いるんだ、なんそれ、なんそれ、ヒグルマと同じパターンなんですかね。この後どういう展開だっけ、生ハゲが、あ、そっか、いますよね、あ、またヤグラの上とかですね、地獄、地獄ですね、あそこらへん。生ハゲちょっと最初にまず一体だけ戦えるので、うん、それで硬さ具合を見てからって感じでしょうね。あ、角を追って致命でどんぐらい減ってくれるかだな。ですね、藤原さんが角を折る、私があの後ろから、うん、あの地名を入れる、うん、袋叩きにするで、いつもみたいに倒せれば、うん、いいんですけど、まあそれだったらね、ワンオンツーだったらまずですね、ワンオンワンはきついかもしれないけど、ですね、あ、クマちゃん、クマちゃん、とりあえずあのね、うん、あのしゃがんでるやつを、しゃがんでるやつを、そうです、ひなわじで、やった？狙い、はい、やりました。で、あの人はちょっと細いから、はい、ちょっと呼んだ方がいいかな。ただ外だとあのベロンチョがいますしね。あ、これロックオンって一応ボディと頭に2つあるんだ。あ、ですね、あれあれあれですね。グルリン、殿、殿、うわ怖い、よし、いや、まあ、二人でやってるとあれだと思う、タゲをですね、どっちかに寄せるのね、それがだいぶありがたいけどなですね。ただやっぱりちょっと僕らはい、つわものっていうほどのつわものじゃないから、そうですね、ちょっとこの道ちょっと険しすぎるのかなみたいな。うーんですね。起きろこの野郎。うわーうわー、まあ、このやりもちほんとやだですね、あのシャってくるのが、うわうわうわダンまだか、死ねえ、おお、さあお待ちかねの生のハゲなの、よし、ふん、オーナイスです、からのどっこいしょ、どっこいしょ、くー、削って、おー、
ギリギリですね。ギリだな。かなり集中してなんとか倒せるって感じですね。なるほどな。まあまあまあ。ただあれ2体以上から襲われるとまずいですね。まずこいつだけ、こいつだけですね。こっちに来い。こっちに来い。うわ、あーもうそっちに引かれるとやばいなですね。中の人出てきちゃうですね。カカシが浮いてるように見えるんだが、このカカシ完全に浮いてるよ。なんか浮いてますね。よし来た。マサ。うわ。やばい、神がいる。いや、よし、おお、呼びますね。いや、二通り強いな。おお、寸法師の声が聞こえんな。ですね。あ、この影にいるな。いますね。あれ、そこって。あれ、行ってないな、俺。行ってないですね、私も。ラグラの裏か。ですね。ああ、なるほど。で、この家の中ってどうなってましたっけ？なんか襖の影に奴がいるんじゃないっけ？ああ、生ハゲが。おっ、ちょっと。化け屋敷か。うわぁ、ビーム、あぶねえ。うわ、あ、グルンクル、あぶ。え？は？は？いや、なんか、なぜか死んだ判定になりました。ええ。ちょっと毒ってんじゃねえかよ、俺。おお、ですね。ちょっと一回、下がりましょう。あれ？あー、来てますね。あ、え？一応、手前まで来てます。え？ちょっと待って、毒、あれ？毒消しどれ？今戻ってます。ブー！うわー、うー、怖い怖い。で、出たー。うわー、すごい。ちょっと、いや、あぶ、両
ってなたもち生ハゲとか見たことないからあっぷね、はい、いやもうイエーイ、今なんか一気に鎧が、鎧シリーズがおお最高になった。おお角折れなかったなですね、やっぱ高いですよね位置が。こっちこっちにお宝が、おーいた、いたっけ、あれいましたっけ。あ一発です、一発か、くー一発はダメですくマジか、なまはげ戦略ガンガン減っててんな。ああと36個しかないぞ蔵に。こいつさ、はい、こっちから行ったらどうなるの。おお無視できるんですかね。お先にこやつを鉄砲でやっちゃいます。ちょっと待って、あやっちゃうか、はい、はい、いいよ、やっ了解です、鉄砲で。どう、あ死なないですね、鎧が剥げましたね。ええ、こっちに、あ、来ない来ない、くそ、無視した方がよかったかですかね。うわ危ない、いや、くOK です。でもあっち戦うよりかこっちの方がまだやりやすい感じがします。こいつがまた狭いんだですね、しかもやらかすと生ハゲが来ちゃうっていうのがありますしね。今生ハゲって言えてないよね、すいません噛みました。そういうの見逃さないから、はい、すいませんしれっとスルーしようとしたけど、はい、すいません滑舌が、あっうおっ、いやもう毒、いや毒るよね。あ、ゆっくりにしてやんぞこの野郎。おお、これもゆっくりしたらだいぶ、うわーって油断してたらつかまれんぞですね。うわうわ、また毒ったもうですね。毒消しちょっとこれなんかしなこの順番変えられないのこれですね、これ私も今めっちゃ探しましたねなんでこの毒消しとか使うであろうアイテムがさ中腹にあるかないやー、うわー一発きつい一発きつい、もう生ハゲ生ハゲさん心折りに来とるなですね。俺あちょっと待った、俺ちなみにこの小玉のカゴとかって全く戦略ドロップ率 10% 増加させようですねその子無視でいいんじゃないか。あーでも気づかれてますね。うわねえ、うわ伸びすぎだろですね、ロクロックあれゆっくりなってなくね、ゆっくりな、あれなってるなってるなってますよ。しょ、生ハゲですね。あれ あれこれ銃でこれ角折ったりとかできませんか。おい、あ、素晴らしい、いいよ、いやー減ってない、あー、おー、後ろに回り込んでひるんでる間になんとかって感じですか。あー、おーで出てきた瞬間に血抜け、ないか、届かねえ、あぶ、あれが一発、くうわくあの振り返りながら、とりあえずやばい、うわいや攻撃がいい、待って
こいつ倒せないんだけど。どうしよう。これは。むむむ。すまんな。ですね。まあそこ行かなくて行っちゃいいんだけど。ですね。なんか取りたいのがありますか。うん。いやでもあいつ一匹倒せないでこの先行けんのかな。そうですよね。うじゃうじゃしてますもんね。まあちょっとやっぱり一人角を折ることを認識しすぎちゃってるから、俺が普通に防御してタゲ取りしてる間、ね、はい、お前が後ろからですね、うん、立てるのがっていう方がいいかもしれない。なんか角狙いに行って死んでるもん俺。ああそうですね。確かにあれも結構外すとそのまま持っていかれますし、うん、攻撃って外した瞬間両手の向こうの両手攻撃で一撃死になってるから。ですよね。